こんにちは、藤原です。今回は横浜カフェ7選です。いつもは東京カフェばかりを紹介しておりますが、たまには横浜もということで穴場含めて紹介させていただきます。実際横浜行く際に王道の場所ばかり行ってしまい、穴場行くことなかなかないと思います。これを見終わった頃には選択肢が広がって、横浜行く時の楽しさが増えること間違いないので、最後まで見ていただけますと幸いです。はい、では早速1店舗目がですね、和苑というお店になっておりまして、こちら、朝の9時から15時まで、開いておりまして、こちらがランチタイムとなっております。月曜日のみ、11時間になっておりまして、ディナータイムは15時から21時になっておりますが、こちらのディナータイムは今はやってないこともあるみたいなので、インスタ等をご確認ください。で、古民家風カフェになっておりまして、ここはヘアサロンと併設されている形になっております。すごい緑豊かで自然を感じられるテラス席もあるので、まずここがね、すごくおすすめだなと思っております。なんとテラス席のみですが、ペットもね、一緒に同伴できるみたいです。で、ここはね、桜木町駅から徒歩10分ぐらいの場所になりまして、やっぱ古民家のこの雰囲気が特徴的な場所かなと思っております。桜木町の港未来方向ではなくて、まあ、野毛の方に向かってありますね。で、和苑カフェは、住宅街の中にありますので、その中でもかなり高台の方にあって、もう本当に、ね、地獄とも言えるぐらいの階段を登らないといけないので、行く人はそれは気をつけてほしいなと思います。真夏とかにここ登るとなると結構大変だと思います。で、その階段を登ると突如現れるカフェになっております。で、この昔ながらの内装を残していて、懐かしさを演出しているような独特で温かみがある内装になっていて、みなとみらいの中心はこういう落ち着いているカフェがすごく少なくなっておりますので、こういう穴場はね、ぜひ行ってみてほしいなと僕は思っております。はい、2つ目の場所がですね、カフェエリスマンっていうお店になっております。10時から16時開いておりまして、定休日は水曜日です。で、開店すぐに関しては結構空いているんですけども、お昼時とかはすぐ埋まりますので、タイミング次第では結構混雑している場所になっております。で、石川町駅の元町口から徒歩10分ほどになります。この辺のエリアに関してはすごい横浜みなとみらいエリアの中でも穴場になっておりますので、皆さん知らないなかった場合は調べてみて行ってみてほしいなと思っております。で、この辺は外国人墓地が有名な場所なんですが、その辺りを登っていって、ここもね、急な坂になっているので、ちょっと暑い時とかは気をつけてください。ここもね、かなりの上り坂になっておりますので大変ではあるんですが、日陰なので先ほどの場所よりはそこまで体力は消耗しないかなと思います。で、おしゃれな、この、異国感あふれる、レトロな感じがすごく特徴的な場所かなと思っておりまして、緑が可愛いこの外観と、1920年に作られた場所になっておりまして、大正ロマンを感じながら、気品あふれる食器とともにコーヒーやデザートが楽しめるカフェとなっております。はい、3つ目のお店がですね、こちらは月小屋コーヒー、こちら横浜中華街の方にあります。はい、ここはね、11時から夜の7時半までやっておりますが、毎月定休日は不定休になっているみたいなので、インスタ等をご確認ください。ここも石川町駅から元町方向に徒歩7分ぐらい歩くと出てくる場所になっておりまして、コーヒー好きの人とか、これからコーヒーをより好きになっていきたいみたいな人とか、まあ、マニアの人にね、おすすめさせていただきたいコーヒーショップになっております。で、コーヒー豆についてとかを親切に教えてくれますので、そういう知識を増やしたいとか、そう思っている人にもかなりおすすめかなと思っております。で、各種ね、試飲ができるので、自分の好みのコーヒー豆を満足いくまで探すことができます。これはすごく珍しいですね。で、店員さんがコーヒーを入れる様子をね、見て待つんですが、この待ってる時間もある種こうパフォーマンスを見ているような、ワクワクするような体験があるかなと思います。で、平日の3時頃に行ったんですけども、コーヒー豆を購入している人などが、いらっしゃったりとかして、もう常にね、この辺の地元の人とか、ここに行き慣れてる人はここでコーヒー豆を買うっていうのが、ライフスタイルの一部になってるんじゃないかなという印象です。ここはテイクアウトのみになっておりますので、店内で飲むことはできないんですが、まあ、テイクアウトして中華街で、散歩しながら飲むとかも、かなりおすすめなコースかなと思っております。そういう、ちょっと安めなコーヒーでなく、ちゃんと美味しいところのコーヒーを飲んで、ブラブラするっていうのは、すごくおすすめになっております。次のお店がですね、ノースリンクコーヒーという、お店になっております。10時から18時、開いておりまして、
ここはね比較的空いているので、ここは穴場かなと思っております。どうしても大学の中にあるっていうことで学生が集まるタイミングは、あるとは思うんですが、基本的に、空いてるかなと思います。でここは横浜駅から徒歩8分ほどの、横浜駅総合方向に歩き、日産を越えてくると見えてくる港未来方向に進むと見えてくる、カフェになっております。港未来駅からは3分ほどで着きます。神奈川大学のキャンパス内にあるカフェになっておりまして、大学関係者以外でも気軽に1階のイートインスペースを利用することができます。で大学にあるということもあって大学の授業開始時間とかがやっぱちょっと混むみたいですね。でサンドやケーキとかソフトクリームとかのデザートも豊富で、ドリンクはコーヒーやカフェラテはもちろん季節のドリンクも楽しむことができます。でここはカウンター席やコンセントがあって、店内 Wi-Fi はしっかり使えるので作業にも快適な空間になっております。図書館が併設されておりますのでガヤガヤしておらず作業に集中できること間違いないです。港未来店はガラス張りということもあってすごく光も気持ちよく入りますので、ここの穴場の場所で気持ちよく作業するのはすごくおすすめかなと思っております。で港未来や桜木町あたりにあるカフェはどこ行っても混んでいるので、こういう穴場すごくおすすめになっております。はい、次のお店がですね、こちらも、おすすめなんですが、ハイショップカフェというお店になっておりまして、サスティナブルカフェというのを、ね、テーマに、運営しているカフェになっております。で8時から、17時まで、開いておりまして、桜木町駅から徒歩8分、港未来のワールドポーターズのね、真向かいにあるアパホテルの横浜ベイタワー1階の川沿いに、位置するカフェになっております。食のサスティナビリティの推進を目指しておりまして、8割のメニューがビーガン対応になっております。半径80キロ以内で収穫されたもののみを使っていて、無農薬栽培の野菜を使用されております。動物性の食品を使用しないメニューが豊富でして、健康に心がけている人や食生活を改めたいと思っている方とか、環境問題について関心があったりとか、環境保全や社会問題の解決に取り組みたいっていう方に特にお勧めしたいなと思っております。電源と Wi-Fi を完備しているので作業カフェとしても利用可能です。場所的にも港未来の王道スポットではないようなちょっと外れてる場所になりますので、人もまばらで静かなカフェなので、集中して作業したい方や静かで穏やかな空間で食事したい人はぜひ行ってみてほしいなと思っております。次のお店がですね、桜カフェという、お店になっております。10時半から15時まで開いておりまして、週末は休みになっております。やはりねコーヒーはね見ての通りめちゃめちゃこだわっておりまして、すごく美味しいんですが、コーヒーとともにマスターお手製のヨーグルトチーズケーキも注文させていただきました。コーヒーは朝焼きたてのエチオピアをオーダーさせていただいたんですけども、フローラルで酸味がちょっとあるような味という感じで、ね、すごく飲みやすくて、ヨーグルトチーズケーキとめちゃめちゃ合う味わいだったので、確かに酸味はあるんですが、ほのかなこう優しい酸味で、嫌な酸味といい酸味があると思いますが、ここの、コーヒーはいい酸味の方なので、皆さん好きな感じかなと思っております。マスターがすごくねコーヒーの知識も教えてくれるような、お店になっておりますので、コーヒーについての豆知識なんかもマスターと喋りながら、いろいろ楽しみたいって方は、すごくおすすめになっております。はい、最後のお店ですね。ここは元町コーヒーというお店になっておりまして、10時から20時まで、開いております。でここはね石川町駅から徒歩で10分程度の場所にありまして、港未来線元町中華街駅からは徒歩2分ほどの位置にある、ブレンドコーヒーのお店になっております。ここの特徴としては、ブレンドせずに楽しむことが多いシングルオリジンをブレンドして提供しているという、異なるコーヒーを掛け合わせることで、その味を最大限にしているような、カフェになっております。でお店に入った瞬間大きな焙煎機が出迎えてくれるんですけども、これがかなりインパクトありますね。でロースタリーなので店内の座席数はそこまで多くないんですが、コーヒーをテイクアウトしてすぐ近くにある山下公園を散歩したりとか、港未来まで歩いて散歩という形もすごくありだなと思っております。はい、で今回はカフェラテを注文したのでコーヒーは選べなかったんですけども、コーヒーを頼むとブラックのコーヒーを頼むと約10種類のコーヒーから自分の好みのスタイルのコーヒーを選ぶことができます。また選んだコーヒーをハンドドリップで入れてくれますので、本当にこだわりがたくさんありますね。でここは日比谷にも店舗があるのでぜひ行ってみてほしいなと思っております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。1、
YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければモクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。